Decision is a draw again. Now moving into second 2 minutes.自分はその5歳から空手始めて、もう人生のもうほとんどが空手してきたんですけど、自分の中ではもう人生そのものぐらいの空手っていうのはそれぐらい大きいものだなっていうふうに思ってますね。和歌山支部の前田翔太です。自分のファイトスタイルは、自分からしっかり前に出てガンガン攻めていくスタイルだと思ってるんで、相手がでかい選手でもしっかり自分の得意な攻撃をしっかりしてガンガン攻めていきたいです。他のメンバーもやっぱり、ね、代表選手が、少しでも、ね、勝ち上がれるようにちょっとまあこういう風にするとかね、セコンド、ちょっと指示とかしますけど、ちょっとね、ぜひ協力してください。よろしくお願いします。みんなでね、いい感じで稽古していきましょう。よろしくお願いします。おいっす。はい、じゃあ信頼してください。はい、信頼ない。おっす。ありがとうございます。おっす。はい、じゃあ広がってシャドウからいきます。この関西地区強化稽古は、主に関西地区のメンバーが集まって、試合の期間に関してはもう2週に1回で大会までこう逆算するようにして組み立てて、それの間まだ2週間各々で仕上げてもらって、その仕上げた成果を、この稽古会で、披露してもらうという流れでやってます。練習はもうほぼほぼスパーリングだけでやって、もうどちらかというと練習試合のようなイメージで位置づけをしてます。90センチ台の選手とかがやったことあるんですけど、僕その167センチなんで、そうですね、20センチ以上、そうです、差があるんで、もうやっぱ向かい合ったら相手のもうなんか胸ぐらいになるんで、正直その大きい選手とやるのはすごいこうなんていうか、すごい勝つのは難しいと思うんですけど、やっぱりそこをこう小さい選手が大きい選手に勝つっていう、勝力代を制すっていう言葉があるんですけど、それに、その言葉を体現できるようにっていうのをモチベーションで、ガンガン攻めていきたいなというふうに思ってます。前田翔太選手はやっぱりその勝負強さというか気持ちの強さっていうのが出たかなというところがありますね。突きの強さももちろんなんですけど、最後まで諦めないとか動き切るとか、スタミナとか体力とか、あと気力ですね、そういうのがやっぱり素晴らしい選手だと思います。世界大会に向けての意気込みを聞けるか。はい、そうですね、自分がちっちゃい時からの、夢なんで、世界大会で優勝っていう夢を叶えられるように、あと1ヶ月半しっかり練習して頑張りたいと思います。